1960年代というのはすごくこの青少年の犯罪も一番多かった時なのよね、えー、50年代から多かったかそして、えー、あのバトル・ロバイヤルを撮った時になぜこのいい年をしてそんな少年犯罪に興味を持つのかという質問があったけれどもそれは私自身がこのちょうどょ少年期だった時にそういう。 事件に数多く取り囲まれたということが一つそれからその時にいろんな映画の影響を受けたと言ったけれどもそれはそういう状況の中で見るいろんな映画に影響を受けたのであってその時にこの影響を受ける映画というものはアメリカ映画のようにこのハッピーエンドが貴重になる。 つまりサクセスストーリーというようなものはそう,そういうこの,状況の中での少年には考えられないドラマ剣だったわけだなだなからまあ僕自身の中ではむしろこのサクセスストーリーよりはあこのお挫折を主張の基調にした映画の方があのお自分自身もやりたかったしまたそういうこの映画に惹かれたというのは アメリカ映画よりもヨーロッパ映画の方にこのことに惹かれたあということとやっぱり関係があったように思う。それは今でも変わらないのであって、えー、それはまあつまり自分が映画になぜ興味を持ち出したのかとそしてまたこのな,なぜ犯罪をおこのそういうふうに関心を持って取り扱うのかということと何か関係があるように思う。私自身の お作りたい映画というものをおこの追っていくといやおなくそれがこあの商業主義の映画であっても挫折をテーマにした映画にいやおなくなってしまうというのはそういうことだと。えー、黒トカゲを作り終わってそれですぐ似たような。 このシチュエーションに基づいたあこのドラマを作ってほしいというオファーがあったんだけれどもそれはあこのそのどういう題材でいくのかと,いう,ことにいうことを決定するのにすごい時間がかかったということは先ほど申し上げたことだがそして、えー、そんなに時間がかかっては困るとなるべく早くこのもう一本欲しいという要請があってその時には原作ももうすでに松竹で。 原作を抑えていた「恐喝こそ我が人生」これはアクション映画だし、えー、まあアクション映画ならもっとずっと手慣れていることもあったろうし東映私が東映育ちだからねそれで、えー、東映の若手の俳優松方裕樹というのを連れてきてそして原作も抑えてあった原作をもとにして「恐喝こそ我が人生」を作ってくれというようなことがあった。それで、えー、その方が 黒バラの館よりも先にあの脚本がまとまりやすいということもあってそっちを先に作ってしまったというような事情があった。えー、教括こそ我が人生というのはあ,ある若者たちのグループが のたまたまあ事件に巻き込まれたことをきっかけにしてこのお一つのおユスリヤというのを、まあ恐喝者としてこの生きていこうとおそしてその可能性とそれからお喜びを見出していくという話なわけだけれどもそあの人間のおつまり使用人物たちのおいろいろな絡み方 あ交渉の仕方それからこの友情,友情あるいはあ男と女のある種の愛情というようなものをお重点的に考えてみると、えー、東映で作るこのアクション映画よりももっとずっとメロドラマティックな要素が強くなってるというふうに思う。また自分でもお東映で、えー、でもきることを 何も松竹,竹でやるんだったらやはりそういうこの若者たちの友情男それから女性もいるわけだけれどもそういうこの大勢の人物たちがどういうふうに彼らの青春をこの生きていったかというもっともっとドラマティックな方向を意識したということが言えると思う。 もう一つあの東映の場合には必ず主人公たち、えー、または主人公たちのグループがこのドラマの中で、えー、設定されたあるこの悪の組織あるいは悪の個人を倒すことにこの一つのおカタルシスを設定するという要,素あの要請が非常に多かった。つまり、えー 悪を倒し得るから、この主人公たちのグループは初めて善なる善というこの一つの立場を獲得できるという方向だったわけ。正、え、直、ー、の場合には必ずしもこの悪が悪を倒し倒すというところを最後にこの持ってくる必要もない。主人公たちの挫折で終わっても一向差し支えない。それまでのそこに至るまでのプロセスの中でどれだけこの。 ビビッドなあこの生き方を彼らが間接できるかということの方を重点的に置いたその分だけこのある意味ではあメロドラマティックとも言えるし、えーまあ、ドラマティックというふうにも言えるそういうこのお企業としての養請の方向が松竹には松竹にそういうこの挫折のドラマでも差し支えない。 むしろこの悪を倒すということにこだわ,るためこだわった結果の無理なこのエンディングよりはむしろそういうこの挫折で終わってもこのナチュラルな彼らの生き方をビビッドに描くことの方を重要するという二つの会社の違いがあった。 えー、それでそれ私自身としてはこの東映と松竹とどちらの方がそのころ作りやすかったかといえばむしろ松竹の方が作りやすかったつまり、えー、東映のドラマ剣だと必ずこのエンディングというものは主人公があこの悪を倒すけれども同時に自分も死んでしまうという形か。 あるいはこの悪を倒した結果あとしてこの警察に捕まっていくということしか考えられない他のシチュエーション挫折で終わるというドラマはあこの東映の場合には成立しなかったまたそういうことを成立させようとしてもプロデューサーをはじめとする松竹の首脳陣がそれを喜ばなかったということがある松、えー、竹の場合は別にそうではなくて えー、生き方が貫徹していればそれでいいというようなことがあったので私自身としてはこのそういう一番最後に主人公があ死ぬか警察に捕まるかという、うん、この無理やりそこに押し込むドラマよりは松竹のドラマの方が作りやすかった。えー、この時がが松方という俳優を私が 知った最初の作品薬剤映画の場合にはあ時代を50年かあ60年、うん、こう遡っていってもうおお衣装もおもう既に着なくなってしまったこの古い時代のお着物をお主人公が着てそのままこのお生活しまたそのままこの最後の カタスロフに向かって突っ走っていくというようなことが多かったわけだけれど衣装をドラマの中でつまりあの大正あの明治というような時代というようなことだけどねえなあのつまり、えー、明治大正に遡ってということだから実際のこの映画が作られた時期よりも5六6 0年遡って、えー、ドラマを作ったということ。 それで僕はそうではなくて教科書お子様が人生というのは現在として作りそれから後の仁義なき戦いとか仁義の墓場とかこれも全部そういうふうに自分でこのリアルな時代に状況に設定して作っていったいう違いです。あのお松方も それからこの丹波哲郎も僕以外の作品ではそういう任侠映画が随分多かったわけだけれど僕が彼らと組んだ時には意識的にそういう任侠映画から遠ざかったつまり他に鶴田浩二とかいろいろ高倉健とかいたわけだけれども彼らとやる時もやはり任侠映画というこの世界から私自身が遠ざかるようにしてきた。 それはやっぱり私自身がそういう方法の方がまたそういう方向が私にとって一番しっくりする形だったというふうですえ松方弘樹自身がこの任侠映画東映の任侠映画よりも私と一緒にした仁義なき戦いでこのやった人物というのがその後しばらくこの70年代の松方映画の 松方弘樹の基本的なキャラクターになっていったわけだけれどもそれはやはりこの現代劇としての現代劇のできるスターという意味での松方の重要性を東映が感じ取りまたそういうこの松方に観客が拍手を送ったというようなことそれがまた菅原文太とか他の俳優の,その登場にも 大きな影響を与えていたということが言えると思う。殺人ということよりはむしろ汚職、つまり政治家と政治家をめぐる汚職というのが非常に60年代からこのはっきり意識されるようになってきた。 そういうあのことがずっと後々にも続きながらこの田中首相のお食事家につながっていくような体質というものは60年代からできてきたように思うだからあのこのなんだえっ、ー、と「恐喝こそ我が人生」というのもあるこのリアリティをもって観客に受け止められたというようなことを覚えている。 東映でもあの薬剤映画の中に例えばこの主人公の側に属する人間たちは自分のおおエモーションを貫徹したところでドラマが終わるつまりこの枠あ悪を倒す。 悪をたどもその代償として自分も死ぬかあの警察に捕まっていくかというところで一つのこの社会的な意味でのバランスを保ってるわけよね観客との関係において初めてそこでそういうこの簡潔がこの。 観客の方も納得できるといいうう終わり方をするということところがあ僕が <laughs> やりたいのはそういうこの社会に対するこの反抗みたいなものがこのエモーションのバネになっているからあこの悪を倒すだけではない自分の欲望がどこまでこの貫徹されるかそんでそれは貫徹されなくてもこの途中で挫折してしまっても。 やはりそういうこのお一つのおエモーションを歌い上げるときに初めて主人公は納得できるものだという認識が僕の中にあったし私自身もあのそういうようなあこのお少年期を送っていたからあそういういやおなくそういうこのおドラマの方向をたどったんだと思う。えー、ただあ 会社の方でもほらハッピーエンドの方がいいには違いないけど悪いやつがね <laughs> つまり人殺しがそのまま警察にも捕まらず自分の命も落とさず済むようにはうまくいかないよそういうふうにはというこの認識は観客自身も持っているし観客が持っているということはその会社のプロデューサーもそう思っ,て思っているということなのであって僕のたどる方向が間違いでなければこれは仕方がない。 まあなんでそうお前の映画は暗くなるんだというあの文句は随分聞かされたけれどもしかしそれじゃあこの主人公がそのままこのめでたしめでたしで終われるのかといえば誰もそれで終わるべきだという返事はこのプロデューサー側も返せないわけだからやはりうしょうがないなと。 おおつまりそういう犯罪ドラマを作ろうとすればアクション映画の中にそういう犯罪を取り込もうとすれば嫌もなくそういう結末は避けて通れないということはこのどれほどこの顔面な頑固なプロデューサーでも納得せざるを得なかった。それがむしろ日本の 極めてナチュラルな文化のありようううだだったんだというふうに考えるアメリカ映画の場合にのように何でもかんでもハッピーエンドというのはこれは一つの興行性としてはあこのお分からないでもないしそしてそれがまた現実に今,の今振り返ってみればそれこのそういうアメリカ映画の流れが全世界を席巻しているわけだからやはり人間も随分 うん、この変わったもんだと思うししかしまた同時にそれだけこの、うん、人間のありようというものが今このハッピーエンドの思想ではどうしようもないところにまで今来て,る来ているというふうに思わざるを得ないそれが今のこの人間が突き当たっているこの一番大きな問題だ,ったのだと思うし。 これからどうなるかということは私自身にも結論は出せないけれども少なくともあの私自身が考えた犯罪映画の帰結というものはい僕が作ってきた以外のものは僕には考えられなかったしそしてそれがまたあこの今後も やっぱり僕の映画の中につきまとって傷き続ける一つのまあ,あ基本的な流れだというふうに今考えている。